こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。あなたがあと10年以上生きるなら、自力で稼ぐスキルは必須です。これからの日本人を待ち受ける問題、人口減少、年金問題、不景気の長期化、日本人が今のうちに身につけるべきは輸出ビジネスで稼ぐスキル。この申し込みページを読んでいるあなたに朗報です。始めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業があります。オーストラリア、アマゾンを使った輸出ビジネスです。初心者がパソコンを使って稼ぐなら、オーストラリア、アマゾン輸出が一押しです。安く買った商品を高く売って儲けるという物販ビジネスはシンプルで結果が出るのは早いです。中でもおすすめはオーストラリア、アマゾンを使った輸出ビジネスです。物価が安い国、日本から物価が高い国、オーストラリアに輸出するビジネスは簡単です。日本は物価が安く、オーストラリアは物価が高い。ほとんどの日本人は意外に思いますが、今の日本の物価は安いです。一方、オーストラリアの物価は高いです。所得も今の日本人の所得は安いです。一方、オーストラリア人の所得は高いです。日本人の年収分布で一番多いのは年収200万以下です。それだけ低い所得の中で、今ね、最低時給を26円増やしたとかやってますけど、最低時給26円ってね、週に、1000円所得が増えるぐらいですから、焼け石に水です。一方、オーストラリアの平均所得、これ712万円、712万円が平均所得です。しかもね、普通は共働きなので、世帯年収は ×2 の、1424万円。これだけ所得が多くて貯蓄はほぼゼロ、これがオーストラリアの標準デフォルトです。そして物価の安い日本には儲かる商品がいくらでもあると、ダイソー商品とかね、あるいはネットショップ、街のショップ、儲かる商品はたくさんあります。中にはアマゾンで買ったアマゾンで売っても儲かる商品もあります。そして今回、ね、これらの商品、じゃあ具体的にね、どんな商品で儲かるか、それをね、一番簡単に探す特典を、先着3名様ですけどね、お付けして、オーストラリア、アマゾン輸出のサポート会員を募集してます。これなんかすごいですよね。1600円で買ったのは5倍以上、オーストラリア110ドルで売れてると。日本は本当にね、安くて魅力的な商品がたくさんあります。一方、オーストラリアね、ろくでもない商品が高く売ってますんで、そこに日本商品を持ってきゃね、高く売れて当たり前という形です。こちらはね、アメリカ、アマゾンサポートした時の会員さんの実績、30日で3000ドルとか6000ドル、あるいは1万1000ドル、2万1000ドルと稼いでいただいてます。私はね、簡単なことでも教える、同じことを聞いても全然 OK と。で、やることだけじゃなくてね、それは無駄だからやめときましょうというようなね、戦略作りも重視してますんで、無理なく稼ぐことができます。このね、アマゾン輸出、明日11時までサポート会員を募集しています。なるほど。ね、申し込んでみようとなった場合はね、こちらの購読ボタンをクリックしてペーパルの手続きをしてください。はじめにペーパルで5万円の、お支払いを済ませていただいて、手続き確認後私からメールを差し上げます。そしてご都合の良い時間にね、45分間のスカイプ相談をお受けください。こちらの方のね、注意事項があるんですけど、きちんとね、素直にサポート実践していただける方か、クレジットカードは持ってるか、ね、資金的には、ちゃんとゆとりがあるか、それらを確認させていただいて、問題なければサポートをお受けしますし、ちょっと厳しいなという場合にはサポートをお断りします。サポートをお断りした際はね、きちんとその手続きした5万円は返金しますのでご安心ください。そして商品探し。ね、やっぱりね、ほとんどの人が、転売やったことないとかね、輸出初めてですという方ばかりなんで、初めは商品探しでね、まごつくことがあります。そこでね、リスクなく商品を探せるように、先着3名限定ですけど、仕入れ商品を探すサポートをお付けします。まずその1、仕入れドリル。ね、私が仕入れ候補、納品候補の画像を送ります。それを見て、調べていただいて、私に返していただくと。じゃあそれは、この商品ね、やっぱり OK ですから仕入れましょうというふうな形で、GO を出した商品だけ仕入れる。
これならね、全然もう何から手をつけようというんじゃなくて、まあ、この中から、合格商品を探しましょうという形なんで簡単です。またはカンニングプラン、ね、これは私の納品作業を手伝ってください、私が仕入れる商品をね、あなたの自宅までお届けします、ね、宅配便でお届けします。でその納品手続きを私が自分でしますんで、納品手続きを手伝っていただくと。で納品作業を手伝っていただいた商品が売れたらお知らせします。で、ね、私が、納品作業を手伝いただいた商品、実際にあなたが見て触っていくらで出してっていうのを分かってる商品ね、まあ、それが売れましたというようになったらその商品を相乗りしていただくと、まあ、これはもう本当確実ですね、まあ、この2つのプラン、どうやったらね、極限まで商品を探しやすいかなっていうので考えたこの2つのプラン、まあ、これで稼げなかったら正直、まあ、輸出とか転売とかで稼ぐのは諦めた方がいいというぐらい簡単なプランです。これね、先着3名限定ですけど、この特典をお付けしますんで、明日の午後11時前です。今すぐねこちらの購読ボタンを押して、ペーパル手続きを完了してください。購読手続きお待ちしてます。転売アカデミー堀秀夫でした。